南米を流れ、世界最大の流域面積を誇る大河アマゾン。ピラニア、カンディル、数多くの危険生物が生息するこの川で、漁師たちが最も恐れる生物がいる。その生物は川底に潜み、その猛毒によって数多くの人々が被害に遭っているという。アマゾンの川底に潜む危険生物を捕獲するため、取材班はアマゾン川最大の支流ソリモンエス川へ向かいました。協力してくれたのは40年近く漁をしているサンパイオさん。彼によると、この川にはとんでもない猛毒を持つ危険生物がいるといいます。まもなく川の中央に突如出現した中州。この中州はソリモンエス川がはるか上流のアンデス山脈から運んでくる膨大な砂でできています。実はその危険生物はこのような場所でよく目撃されるのです。ここは遠浅の川で、いくらでも中へ入っていける。でも絶対行くなよ。奴らは砂の中に潜んでいる。知らずに踏んだら一発でやられちまうんだ。濁った水と砂に隠れ、居場所がつかめない危険生物。サンパイオさんは魚の切り身を取り出し、釣り針につけ、いつも通りの漁を始めました。あとは40年間培った勘が頼り。その危険生物は強烈な引きを見せるといいます。驚くことに、餌を投げてすぐ当たりが来ました。早くも毎年多くの犠牲者を出しているその危険生物がかかったのでしょうか。しかし、かかったのは何やら奇妙な顔をした生き物。これは地元の人がヘコヘコと呼んでいるナマズの仲間。特徴は翼のような大きなヒレと頭を守る硬い皮膚。さあ、突然ですが、このヘコヘコというナマズからクイズ。このナマズ、持ち上げると魚とは思えないある行動をします。それは一体何でしょうか。ヒントはヘコヘコという名前。それでは正解、皆さんよくご覧ください。魚なのに泣いた。ではもう一度。実はこの鳴き声がヘコヘコという名前の由来なんです。実はこの音、大きなヒレで出しているんです。その秘密はヒレの付き方。2枚のヒレが肩の骨にがっしりはまっていて、ヒレを動かすと関節が擦れ合って音が出ているんです。その直後、また何かがかかりました。しかし、サンパイオさん、体ごと持っていかれています。細い釣り糸が手に食い込みます。これは間違いない。サンパイオさん、ボートに飛び乗りました。さらにこの強い引き、これから船に乗って格闘です。取材班も大型のボートで追跡です。かなり沖まで引っ張られてしまったサンパイオさんのボート。果たしてお目当ての危険生物なのでしょうか。ストップって言ってるよ、ストップって言ってるよ。手作りの小さなボート、獲物はこの下で激しく抵抗しているようです。そして沖で格闘を始めて30分以上が経過。ついに、平らな体に白い腹、そして水中から現れた不気味な目。中州へ戻って引き上げると、直径1メートルはある大物。これがアマゾン川の漁師を恐れさせる危険生物、川に住むエイ。このエイの最も危険な部分、それがここ、尻尾にある猛毒を出すトゲ。
こいつに刺されると運が悪ければ即死。たとえ助かったとしてもしばらくはひどい熱に浮かされるんだ。このエイは川の砂に潜み、人間がうっかり踏んでしまうとそのトゲで攻撃してくるんです。犠牲者はピラニアやカンディルよりはるかに多いといいます。ところでなぜ海の生き物エイが川にいるのでしょうか。実はアマゾン川にはこの淡水エイのほか、同じく淡水に住むカレイ、なんと川に住んでいるフグ、そしてカワイルカと、もともと海の生き物だったものがたくさん生息しています。その理由はアンデス山脈にありました。太古の昔、アマゾン川は今と逆の太平洋に向かって流れていました。その時、一部の海の生物が川に入り込んでいたのです。やがて南米大陸に地球規模の変化が起こります。地面が隆起し、アンデス山脈ができたのです。これによってアマゾンは流れを大西洋に変え、一部の海の生物が川に取り残されたと考えられています。淡水エイは一生を川で暮らす世界でも珍しいエイ。彼らは太古の昔からアマゾンと共に生きてきた歴史の生き証人。その過酷な環境を毒という武器で生き延びてきたのです。アマゾンの危険生物、それは生きるために進化した命の証でもあるのです。